ねっこねっこつるつる、ねこつる TV。
はい、絶対もう今終わったと思ったでしょ。でも実は終わってないんですね。たまたまね、子猫たちのちょっと前の動画なんですけども、このままではこの動画がお蔵入りしてしまうので、ちょっとねバックで流しながら少しお話を聞いてください。まあ、だいたいこのような餌のあげ方とかおやつのあげ方とかを出した場合、もうちょっとこうした方がいいんじゃないとか、ああしてあげてくださいとかっていうご意見をよくいただきます。意見はありがたいんですけども、そもそも猫の育て方とか飼い方っていうのは各家庭のね色が出ると思います。うちではあくまで今までこうやって子猫を育ててきたっていう経験だけをもとに、まあどなたかの参考になればいいなと思って出しているものなので、あくまでこういうやり方もあるよっていう参考程度にしていただけるとありがたいと思います。ただそういうコメントする人って多分僕の動画をここまで見てくれてないんじゃないかなと思ったので、ちょっと音声で残してみました。ここ1ヶ月毎日配信という形で子猫たちの成長をお送りしている猫つる TV ではございますが、一つ皆さんに謝らせていただきます。コメントの返信が全くできなくなってきました。さらには仕事がちょっと忙しくてですね、もうこの場を借りて皆さんにすみません、本当にそれだけは言わせてください。それでも皆さんのコメントありがたくいつも読んでますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。さあ時間もそろそろ大詰めです。では皆さん次回の動画でお会いしましょう。皆さんご一緒に、バイニャー。騙されそうになったけど最後まで見てくれたあなた、あなたは本当の猫つる TV のファンです。ありがとうございます。それでは本当にバイニャー。